島のさっちゃんどうぞ。さあ、さしばのさっちゃん大丈夫ですか？体力が、あ、大丈夫？大丈夫ですか？さしばのさっちゃん、他ゆるキャラでご当地キャラの皆さんでちょっと不都合が出たところは言ってくださいね。不都合が出たところはもし何か緊急避難しなきゃならなくなったところは出てもらっていいですか？さあ、それでは、市貝町でございます。市貝町の差し場のさっちゃん、ご紹介お願いします。こんにちは、市貝町から来ました差し場のさっちゃんです。さっちゃんは白い眉毛のチャームポイントとなっております。さっちゃんは優しいお母さんで育てております。マイク外れちゃったか分かんないです。マイクすぎて、はい、はい、もう一回です。はい、さっちゃんは優しいお母さんで、はい、この辺りが大好きです。みっちゃんとかいちゃん、こちら双子の赤ちゃんを育てております。赤ちゃんです。こちら抱えてるからね。で、久しぶりは4月5月暖かくなると、南の国、遠くはフィリピンから宮古島を通って日本列島にやってきます。で、市貝町は差し場の生息密度が日本一と呼ばれておりまして、美しい里地、里山が広がっております。その市貝町では、春はイベントが目白押しで、来週は3月23日観音山梅の里で梅祭りが行われます。梅祭り、はい。で、4月6日からは芝桜祭りが行われますので、ぜひお越しくださいませ。はい、もう芝桜 も全国でも有名になりましたからね。はい、はい、ゴールデンウィークあたりが見事になりますので、皆様のお越しをお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、皆さん、差し